ちは。11月に入ったので年末の大掃除を開始したいと思います。今日は浴槽のエプロンと呼ばれる側面のカバーを外してお風呂場を大掃除します。エプロンの取り外しは結構大変なので、私は夫の力を借りて年に1回だけ行っています。ちょうど去年の今頃も掃除したんですけど、今年の汚れはどうでしょうか。出勤前に夫に外してもらいたいと思います。これはこんな感じです。
綺麗になりました。エプロンの付け外しは何度もチャレンジしているんですけど、やっぱり今年も無理でした。いつかはできるようになりたいです。本日もご視聴ありがとうございました。